皆さんこんにちは。今日は日本人に憲法はいらないという本の読書感想を話したいと思います。これ西村晃雄さんという人が書いた本ですね。非常にこうなんか挑戦的な題名ですよね。で、憲法について書かれた本なんですけど、その憲法について書かれた本をもう一冊紹介しますね。伊藤誠さんの憲法問題ですね。で、この2つの本は憲法について書かれた本なんですが、まさに水と油という感じで、もう考え方が正反対に近いですね。だから、まあ、批判的に読書感想をするっていう意味でも、この憲法問題と日本人に憲法はいらないというね、2冊をこう比べながらね、日本人に憲法はいらないという本の読書感想を話していきたいなと思うんですけども、で、西村さんがこの本で伝えたかったことは、まあ、簡単に言っちゃうと、昨今よく言われる憲法っていうのは権力を縛るものなんだっていう考え方が気に入らないっていうのと、その世の中の人たちは憲法の平和主義、民主主義、立憲主義っていうこの3つのキーワードを誤解してるとっていう話ですかね。あと、まあ、アメリカが作った日本国憲法だから変えた方がいいとか、そういうことも書かれてるんですけど、キーワードはね、やはりね、立憲主義という言葉だと思うんですよね。で、立憲主義とは何かってことが、このね、伊藤誠さんと、西村晃雄さんでは全くなんかその考え方が違ってるんですよね。で、西村さんに言わせれば、憲法は権力を縛るものという定義は日本ではナンセンスっていうんですね。まあ、その憲法という言葉の歴史がなんか簡単にこう述べられてるんですけども、日本の昔の17条憲法や武家諸法度にはその君主というものが書かれていなかったと。で、なんで書かれていなかったかっていうと、それはもう日本で君主って言ったら天皇のことでしょ。もうこれはもう自明取りで説明するまでもないことだから書いてなかったと。で、天皇にはシラスという自己制限の明らかな統治方法を伝統として継承している。そしてその17条憲法というのは、その天皇に代わって政治を取る者たちの方法論であると。だから日本は基礎法典としての憲法を必要としない国なのであるって書いてあるんですけども、なんかちょっと理由はちょっと曖昧というかよくわかんないですよ。なんでこれで天皇が日本の君主であると。で、天皇はすでにその統治方法をそのシラスという形で伝統としても受け継いでいると。だから憲法は必要ないんだって言ってるんでしょう。まあ、近代的な憲法は必要ないんだってこの人は言ってるんでしょうけど、でも実際に政治をやってるのは天皇ではないじゃないですか。確かにね、総理大臣は天皇に任命されるっていう形をとっていますけど、それはその国民の代表として、じゃあ、天皇はじゃなくて首相はあなたに決まったんですね、じゃあはいお願いしますよっていう形でその任命するだけであって、その国民が選挙によって選ばれた国会議員が総理大臣を選ぶじゃないですか。で、あなたに決まったんですか、じゃあ国民を代表として、ね、天皇がじゃああなたに任せしますよって形でその任命するわけじゃないですか。だから別にその 天皇にこのシラスというこのなんていうのかな、シラスという自己制限の明らかな統治方法があるからって言って憲法は必要ないっていう論理構成はちょっと納得できないですけどね。まあ少なくともこれ序章なんでね、この話はね、次から第一章なんですけども、西村さんは平和主義、民主主義、立憲主義を三種の呪文だって言うんですよ。で、憲法改正の議論が高まりつつある中、マスコミや憲法学者、政治家たちの欺瞞がはびこっている。特に護憲派はひどいって言うんですね。で、護憲の意味は、憲法を守ること、並びに立憲政治を守ることである。立憲政治とは、立憲主義に基づいて行われる政治を意味する。だから実質的に憲法と立憲主義は、あ、ごめんなさい、護憲と立憲主義はその行動及び結果を同じくするっていうんですよ。で、さらにその日本の護憲派は憲法教あるいは九条教の信仰信者になってしまってるって
批判してるんですけども、ちょっと待ってくださいよ、憲法を守ることと立憲政治を守ることっていうのはこれちょっと違うと思うんですけどね。確かに日本で護憲派って呼ばれてる人たちが憲法を守ろう、立憲主義を守ろうっていう運動をしてるのは確かかもしれませんけど、でもそれを噛み砕いてみると別に憲法を守ることと立憲主義を守ることっていうのはちょっと意味合いが違うと思うんですよね。でまず憲法を守るってことなんですけども、これごっちゃにされやすいんですが、その憲法を守るってさ、その今の憲法を維持しようっていう考え方と、もうそれも一つなんですけども、 それとは別に、おい政治家さ、憲法を守って仕事しろよってね、憲法のさ守れよっていうのと、これ別の考え、別の主張じゃないですか。そうでしょ、今の憲法を維持しようってことと、今の憲法っていうのはそれは今あるからそれをちゃんと守れっていうのはそれ別じゃないですか。でさらに立憲主義を守るっていうのは、その憲法に、憲法の基本的な考え方である立憲主義というのを守りなさいってことであって、それ全然その意味合いが違うんですよね。だからその憲法を守れ、憲法を守れって言って、それをなんかそのごっちゃに使ってる人たちは、それもうちょっとごっちゃに使うんじゃなくて、そのちゃんとね、その自分はその今の憲法を維持しようって主張してるのか、それともおい政治家たちさ、まあ憲法違反するんじゃねえよこんにゃろうって主張してるのか、その辺ちょっとはっきりさせないといけないよねってことは確かに思うんですけども、このその行動および結果を同じくするっていうのはそれは違うと思うんですけどね。で2015年頃に若者たちがシールズというグループを作って、平和主義、民主主義、立憲主義を唱える運動をしていたんだけれども、それは浮世離れしたレクリエーションのようだった、幼稚園の学級崩壊のようだった。で実際平和安全法制案は何一つ傷つくことなく両院を通過し立法されたのだから、彼らの運動は完全なる敗北であるっていうふうに言うんですけども、なんかさ、この西村さんって人、この本の中でそのいわゆる護憲派と呼ばれている人たちをなんかバカにするというか、なんかレッテルを貼ってなんか批判するっていうか、そういうことになんか終始してるような気がするんですよね、なんかね。で国会にその憲法学者が呼ばれて、その集団的自衛権の行使が憲法上どうなのかってことで参考意見をね、参考人として出席したことがあるじゃないですか、あるんですよ。でその時にその3人の憲法学者すべてが集団的自衛権の行使は憲法違反だと述べたんですね。でこれはもう事実なんですけども、でその話を聞いて、それ見たことかと護憲派の人たちが喜んでるってことを批判していて、その護憲派とかね、その立憲主義を守れって言ってる人たちはその、憲法学者をなんか聖職者であるかのように扱ってると、だけど憲法がね、その法律が憲法に違反してるかどうかを判断するのは最高裁判所なんだよ、って言うんですね。まあ、それは確かにその通りですよ。憲法学者が憲法の解釈を判断して憲法違反って言ったら、その即ね、法律が無効になるってわけではないですよ。それはもう事実ですよね。で西村さんは、正当な選挙で選ばれた国会議員が国会で議論を重ねて憲法の解釈を変更するの何が悪いんだと。でその解釈に納得いかないんであれば、主権者である国民が選挙で落とせばいいじゃないか。ね。あるいは最高裁判所に訴えて憲法違反というね、判決をさ、ね、もらえばいいじゃないかって。まあそういうことを言ってるわけなんですけど、だから文句あるなら選挙で落とせよって。で、さらに文句あるならさ、裁判所に行ってみろよってことを言ってるわけなんですけど、でもそれ、なんていうの、選挙で落とせばいいって言うんだったら法律と同じですよね。普通の法律だってさ、国会で議論して過半数の賛成で可決されるわけでしょ。でそれに文句があれば選挙で落とせばいいっていうのは普通の法律と同じじゃないですか。ね。だけど正当な選挙で選ばれた国会議員であったとしても、やっぱり暴走しちゃう恐れってあるじゃないですか。ね。だから国会議員、あなたたちにお任せするんだけど、だけど
この一線だけは越えちゃいけませんよっていう、その一線をね、最低限の一線っていうのを決めたのが憲法じゃないかなと思うんですけどね。うん、だからその納得いかなければ選挙で落とせばいいっていうのでは、それではあまりにも憲法の役割というものをさ軽んじすぎなんじゃないかなと私は思いますけどね。西村さんはこの本の中で憲法学者を聖職者扱いしている人がいるって批判してるんだけれども、でもこの西村さん自身がさ国会議員をなんか聖職者のように扱ってるような気がするんですよけどね。国民の投票によって選ばれた、選挙によって選ばれた国会議員なんだから、信用しろっていう風にしか見えないですけどね。その聖職者であったとしても暴走することもあるから、それをなんとか抑えようっていう意味で憲法があると。で、その憲法のその一線を越えようとしたら、それを国民が怒り出すのは当たり前だと思うんですけどね。それをさ、選挙で落とせばいい、最高裁判所に訴えればいいっていうだけでは、ちょっとあまりにもなんか乱暴というか、憲法ってものを軽んじすぎですよ。うん。まあ、で、先に進むんですけども、さらに、もともと日本国憲法は、アメリカの、GHQ がね、発案したものが元になってるから、そんなアメリカが作った憲法は、それは憲法じゃないっていうふうに言うんですよ。でね、これはね、非常にその改憲派、護憲派って言われてる人たち、お互いに非常にこう、議論があって、そのアメリカに押し付けられたっていう人がいる一方で、いや、押し付けられたわけじゃないっていう人がいて、押し付けられたかもしれないけど、でも日本人に受け入れられたんだからいいじゃないかっていう人がいて、まあ、この辺のところは私は何とも言えないですよね、歴史的なことなんでね。その辺のそのどういう状況だったのかっていうのは、もうタイムマシーンでさ、ドラえもんに頼んでタイムマシーンに乗って行ってみないとちょっと何とも言えないところがあって、まあ、これに関しては本当にこう分からないんですよ、うん、正直何とも言えないところなんですけど、ただそのなんだっけ、 GHQ から命じられた、なんだっけ、ホイットニーだっけ、ホイットニーっていうなんかアメリカ人がなんか草案、憲法の草案っていうのを日本側に渡して、なんかそれをもとにその日本の議会でなんか承認されてって、なんか日本国憲法が作られたらしいんですけども、たださ、そのアメリカからさ押し付けられたって言うんだけれども、でも押し付けられたって感じる人がいる一方で、いや、いいものをもらったって思う人もいるわけですよね。だからその押し付けられたかどうかっていうのはそんなに重要なのかって言ったら、そんなに重要じゃないと思うんですけどね。だってさ、いいものを押し付けられたんだったら、それはありがたく受け取ればいいだけのことであって、押し付けられたからそれは憲法としてダメなんだっていうという理屈はちょっとおかしいような気がするんですけどね。要はさ、押し付けられたと感じる人は、前のね、大日本帝国憲法のようなものをね、維持したかった人たちにとっては、その押し付けられたと感じるのであって、それに反対する人にとってはいいものを受け取ったって思うんであって、それは感じ方違いですからね。で、さらにこのね、ちょっと、まあ、伊藤誠さんの憲法問題の方にちょっと移るんですけども、この伊藤誠さんの本の中にでもですね、そのことがちょっと書かれていて、その GHQ の側が憲法草案をね、こういうのはどうかってね、日本側に見せた時に、その日本の政治家たちがそのちょっと難色を示したらしいんですよ。で、難色を示したことに対して、はあ、だったら国民投票にかけてみようかっていうふうに、まあ、一種の脅しとしてアメリカが GHQ 側が言ってきたらしいんですね。国民投票で我々が作ったこの草案がね、いいか悪いかさ、国民投票で決めてみようじゃん、国民投票にかけてみたらいいじゃないかっていうふうに脅しをかけたところ、その日本の政治家たち、あ、わかりました、すいません、わかりました、ありがたくいただきますって言って、その草案を受け取って、それをもとに憲法をね、日本国憲法というのを組み立てていったらしいんですよ。で、それがその伊藤誠さんの本に書かれてるんですけど、これ非常に分かりやすい話だと思うんですよ。要は確かに押し付けられたかもしれないよ。でも押し付けられたのは
その日本のなんていうのかな、前の体制を維持したかった政治家たちにとっては押し付けられた、それだけのことであって、普通の日本の一般市民たちにとってはやっとこれで解放されたって思ったんじゃないかなと思うんですけどね、それはね。まあ、ちなみに、この西村さんの日本人に憲法はいらないという本によれば、確かにそう、その時にその日本国憲法は国民たちに受け入れられたように見えるんだけども、でもその時は GHQ による思想統制っていうのが入ってて、 GHQ のやることにその反対するようなその新聞とかね、新聞記事とか出版物とかそういうのを出そうとするとダメって言って、なんか出版禁止になってたと、まあ、そういうふうに思想統制が行われて検閲してたんですよね。うん、でそういうふうに思想統制が敷かれてる中で、その新たな日本国憲法が表面上は日本国民に受け入れられていたというね、そういう状況らしいんですよ。うん、だけどさ、その思想統制を問題視するんだったら、戦時中だって思想統制されてたわけじゃないですか。検閲してたわけですよね。戦争中は日本政府が思想統制を敷いていて、で戦争が終わって GHQ がやってきて、 GHQ が思想統制敷いたと。でその中で日本国憲法が作られた。うん、でも GHQ はその後いなくなったわけですよね。でもしも日本国民の多くが GHQ に日本国憲法を押し付けられたって心の底から思っていたんであれば、 GHQ がいなくなった後、即座にあ、やっとさ、アメリカの野郎いなくなってくれたって言って、よし、自分たちで憲法を作り直そうではないかって、そういう運動がさ活発になるはずですけど、でも実際にはそんなにさ憲法を改正しようっていうことにはならなかったわけじゃないですか。でそれはどうしてかっていうと、押し付けられたって考えてる人もいたかもしれませんけど、でもやっぱりその国民投票してみたら、ま、自分たちやっぱり負けるよねってね、やっぱりその GHQ に押し付けられた日本国憲法を日本の国民は支持してると、それに歯向かって自分たちの憲法を作ろうじゃないかなんてことを言ったって賛成してくれないっていうのを分かっていたからじゃないかなと思うんですけどね。だからやっぱりそのなんだかんだいろんな議論はありますけども、やはり日本国憲法、新しい日本国憲法は、あの押し付けられたか押し付けられてないかは分からないけれども、やはり当時のね日本の人たちにを広く受け入れられたって考える方が妥当だと思いますけどね、いろんな本読む限り。うん、でまあその話はともかくとしてちょっと先に進みたいと思うんですけども、さらに西村さんは第2章で誤解だらけの民主主義という見出しをつけて、民主主義とは何かについて書かれてるんですね。で日本国憲法の民主主義は嘘にまみれていると。なんで嘘にまみれてるかっていうと、 GHQ の占領下で作られた日本国憲法の民主主義だからと。でアメリカの憲法は個人の自由、権利の尊重という概念を徹底的に排除した憲法なんだって言うんですよ。でそれはアメリカ大統領選によく現れていて、でこの前もさ、アメリカ大統領選挙ありましたよね。クリントンとトランプの一騎打ちだったらしいんですけど、そのアメリカのさ、その大統領選挙って、その国民がその直接そのクリントンさんがいい、トランプさんがいいって選ぶんじゃなくて、その州ごとの投票人をまず選挙で選んで、その投票人が選挙して大統領を選ぶっていう、そうなんか二重に、なんていうのかな、間接的なその国民投票になってるわけなんですね。でそれはどうしてかっていうと、その直接民主主義の暴走っていうのを抑えるためらしいんですよ。つまり一時期、なんていうのかな、一時のその風潮に流されて、うわートランプだクリントンだみたいな感じで、その暴走ね、国民がこうバーッと暴走してしまうっていう恐れがあるから、そういうその個人、なんていうのかな、直接民主主義の暴走っていうものを抑えるために、あの大統領選挙っていうのは、そのまあちょっとなんていうのかな、間接的というか、まあ間接的にその国民投票で大統領を選ぶっていう、そういうやり方になってるらしいんですね。うん、でそれはわかるんですけども、こんなことが書かれてるんですね。個人の権利と自由とその尊重は民主主義とは関係がない。個人の権利と自由とその尊重を叫べば叫ぶほどポピュリズムの凶暴に陥る。それは独裁の凶暴と変わることがないって言うんですよ。でここでさ、ポピュリズムの凶暴に陥るって書いてあるんですけども、
だその陥ってしまう例というのは、例えばアメリカが本当に国民全員で誰を大統領にするかっていうのを決めようっていうシステムにしてしまうと、なんか一時の感情というか雰囲気というか、その世論その暴走によって圧倒的多数でトランプになってしまって、圧倒的多数でクリントンになってしまったりとか、そういうなんていうのかな、暴走が起きてしまうから、それはもう凶暴じゃないかと。そういうなんていうの、国民投票で民主主義で選んだって言っても、直接民主主義にしてしまうと、そういう凶暴なね暴走が起きてしまうから、それは独裁的な権力者の独裁とね何も変わることがないじゃないかって言ってるんですよ。だけどさ、そのだから個人の権利と自由、その尊重というのは危険だって言うんですけども、いやちょっと待ってよ、その直接民主主義の話をしてたんじゃないのかって言うんですよね。直接民主主義は暴走してしまう恐れがあるから危ないんだよねっていうのと、個人の権利を叫ぶのがポピュリズムの凶暴に陥るっていうのはなんかちょっと違うんじゃないかと思うんですけどね。なんでさ、自分の権利を守ろうっていうふうに言うと、なんでそれがポピュリズムの凶暴になるんでしょうかね。なんかその辺がちょっと履き違えちゃってるんじゃないかと思うんですけどね。うん、自分には憲法で守られた権利があると、その権利をちゃんと主張していこうっていうことがね、最低限の文化的な生活を尊重するとかいう、だからね、その生活保護を受ける権利があるんだって言って役所に押しかけるっていうことが、なんでそのポピュリズムの凶暴でさ、そのなんていうのかな、わーっと暴走してトランプってなっちゃうことって、それちょっと別じゃないのって思うんですけど、なんかその辺のところをさ、なんかごっちゃにして書いて批判してるような気がするんですよ。日本人の多くは民主主義というものをね誤解してるっていうふうに主張しておきながら、この西村さん自身がその個人の権利っていうのと、その直接民主主義っていうのをごっちゃにして書いてるような気がしてならないんですけどね。でさらに西村さんは、誤解だらけの立憲主義という見出しで、立憲主義とは何かについて書かれてるんですね。でここがね、この本の中で非常に重要な部分だと思うので、ちょっとね簡単に読んでみたいと思うんですけども、平成27年の安全保障法制法案の審議開始以来、特に同年6月4日の衆議院憲法審査会で3人の憲法学者が全員集団的自衛権の行使容認は憲法違反だと陳述して以来、立憲主義が法制反対派の間でやかましく言い立てられるようになった。彼らは立憲主義を、憲法は時の権力者を縛るために存在するのであるから、憲法を守らない安倍政権は権力の暴走政権だ、危ない、危険、恐ろしいという意味合いで使用すると批判しているわけなんですけども、でさらにこの人は、西村さんは、憲法は間違っていない、憲法上に不都合なことは何もないという保証はあるのかという疑問が生じるのは当然だろう。疑われるべき人間が作った憲法自体も同じように疑うべきであるとして、要するに憲法自体もね、どういうこのままの憲法でいいのかって疑うべきだって主張するんですけども、そのやっぱりさ、そのね、今の憲法を維持しようという主張と、政治家たちさ、憲法を守れよこの野郎っていう主張をなんかごっちゃにして、なんか一緒くたにして批判してるんですよ。これ全く別のものじゃないですか。で全く別のものであるにもかかわらず、同じようなことお前ら言ってるだろうっていう風にして、なんか一緒くたにして批判してるんで、非常にこうね、その辺がもう全然噛み合ってないんですよね。でさらにこの西村さんは、憲法は改正するのが当たり前っていう見出しにそのまま入っていくわけなんですよ。いやここはね、立憲主義とは何か、その集団的自衛権の行使容認は憲法違反なのではないかっていう、その辺のさ、今の政治家たちが憲法をちゃんと守ってるのかっていう話から始まってるのに、いきなりその憲法は改正するのが当たり前っていう話に移っていくっていうの、この辺のさ、憲法を改正するかどうかっていうのと、今の例えば首相とか政治家たちが憲法を守ってるのかどうかっていうのは、これ全く別の議論じゃないですかね。その別であるはずの議論をなんか一緒くたにしてるから、この本はなんか私はすごく嫌な感じがするんですよ。うん、
まあ、さらにグダグダと憲法を改正すべきだみたいなことが書かれてるんですけれども、日本国憲法は素晴らしい憲法だ、一字一句変更することもならず一字一句に従わなければならないというのは真の立憲主義とは最もかけ離れたものだ。憲法が制定に他ならないのだから、敗戦後の日本は憲法一神教国家とも言える。それはすなわち宗教の自由を認めた現憲法に違反する、立憲主義を唱える護憲派こそ立憲主義の敵なのだって書かれてるんですけど、ちょっと待ってよ、あのさ、あの一字一句変更することもならず一字一句に従わなければならないというのは真の立憲主義とはかけ離れてるって言うんですけど、一字一句変更することはならず、ならないっていう主張と一字一句に従わなければならないっていうのは全然意味違くね？違いますよね。変更することもならないって言ってる人は確かにいるかもしれませんし、けどでもそれとさ一字一句に従わなきゃいけませんっていうのは全然違うじゃん。あの西村さんさ、もうこの本の中でもう一貫してそのね、憲法を守れという2つの意味についても完全に混同しちゃってるんですよ。今の憲法を維持しましょうという主張と今の憲法を政治家たちで守りなさいっていう主張と、この2つを全く別同じものとして捉えて、お前ら同じことなって批判してるんですよね。これ違くねえと思うんですけどね。さらに憲法一神教国家とも言える、それがすなわち宗教の自由を認めた現憲法に違反するって言うんですけど、あのさ、憲法で宗教の自由を保障するって書かれてるじゃないですか、ね、でその憲法に違反するってことは国が憲法を変えようということは言ってはいけません。日本はその憲法を変えてはいけないという宗教しか認めていないから、その憲法を変えようなんてそんなことを言う人はダメっていうふうに日本政府が言ってるんだとしたら、それは確かなんていうのかな、確かにそれはある意味で宗教の自由を迫害してる、憲法違反だって言ってるかもしれませんけど、別にただ国民がなんていうの、憲法は変えちゃいけないっていう人もいるっていうだけで、なんでそれがさ宗教の自由を認めた憲法に違反するとかいうことになってるんでしょうかね。でそもそもその政治、そのさ憲法なんだっけ、96条だっけ、その憲法99条ですね、天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負うって書いてあるじゃないですか。だから国民がいくらね、憲法を守る、憲法を維持しなければいけないって言おうと、憲法を変えようなんていうことをやるやつは非国民だ、売国奴だなんて、そんなことを仮に国民が言おうと、それはその憲法違反ってことにならないわけですよね。同じようなことをその国会議員や国務大臣が言ったら、でもそれ別にそれは宗教じゃないから関係ないんだけども、その憲法を変えるようなことを言うやつは許さんっていうふうに国務大臣が言ったら、それはちょっと思想の自由を侵害してるから憲法違反なんじゃないかってことになるわけなんですが、そのいくらね、その国民の多くが憲法を守ろう、憲法を守ろう、憲法は変えちゃいけないって仮に言ってたとしても、それは宗教の自由を認めた憲法に違反するとかそういうのとは全く関係ない話ですよね。この人さ、本当さ、今の日本国憲法嫌いなのはわかるけど、この人がさ、この西村幸雄さんっていう人が今の日本国憲法を憎んで憎んで憎んでるのはわかりますよ。でもわかるけどさ、ちゃんと憲法を読んでないじゃないかと思うんですけどね。だから宗教の自由っていうのとさ、もうちょっともうなんか完全に感情的になりすぎて、なんかこの人自身が暴走しちゃってるんじゃないかと思うんですけどね。さらに続けて西村さんはこういうふうに書いてんですね。日本では憲法違反の可能性が高い法律は憲法を改正してから立法すべきであるという意見が多くある。例えば安保法制についても現実の必要は認め一定の理解を示すというポーズを取った上で憲法改正派を改めて批判する際にその意見は使われる。憲法改正に一定の理解を示すポーズはポーズそのものであって欺瞞に満ちている。
国民投票となった時には自分たちこそ多数派だという根拠のない自信もあるのだろうが、そういった人々はまず憲法改正などできるはずはないと考えているっていうんですけども、まずさ、違憲の可能性が高い法律は憲法を改正してから立法すべきであるという意見は、これまともじゃないんですか？当たり前というか至極まっとうな意見だと思うんですけどね。うん、で安保法制についても必要は認めるけれども、その憲法の改正をしてからその法律は立法すべきだっていう意見も非常にまともとしか思えないんですけども、だけどその意見は憲法改正派を批判する際に使われると西村さん言ってるんですよ。これおかしくないですか？だってさ、その安保法制をそれを通すんであれ、通したいんであれば憲法を改正するのが先だろ、それが筋ってもんだろってね。憲法違反の法律を通すなんてそんなことはやっちゃダメだろってね。それ非常にまっとうな意見じゃないですか。でなんでそれが憲法改正派を批判するってことになるんですかね。憲法改正に対しては批判してないじゃないですかね。憲法を、ここでもさ、憲法を守れっていうのと憲法を守れっていう、この2つの憲法の守れがさ、全くごっちゃにしてるんですよね。うん、だから今の憲法をちゃんと守れよっていうのと今の憲法を維持しろっていうのは全く別の話なのに、その2つの主張をごっちゃにして批判してるから、ここでもおかしなことになってるわけですよ。うん、で憲法改正に一定の理解を示すポーズは欺瞞に満ちている。自分たちこそ多数派だという根拠のない自信もあるんだろうが、どうせ憲法改正などできるはずがないと考えてる。そんなのどうだっていいですね。その人たちがどう考えてるかなんて、そんなのどうだっていいんだ。全く別の、これも非常に感情的になってる文章ですね。その自分のように、その安保法制に賛成する人を批判する人が嫌いなもんだから、そいつらどうせこんなこと思ってんだろうなんてこと言ってるだけで、その憲法改正などできるはずがないと思ってるかどうかなんて、そんなこと知らないよ、そんなことは。でそんな、そういうふうになんかごまかしの文章が続いた後、憲法、日本国憲法を改正するのが難しいって話に移っているわけなんですよ。このさ、違憲の可能性が高い法律は書いてあるんです。違憲の可能性が高い法律は憲法を改正してから立法すべきであるという意見が多くあるって、これについて批判してるのに、それに対する反論なんて何一つ述べられてないんですよね。うん、でその後ずらずらと進んで、憲法改正は憲法に条項としての方法が書かれているのだから、一字一句変えてはならないと主張することこそ憲法違反だ。憲法を自由自在に変更することが本来の立憲主義なんだって書かれてるんですけども、一字一句変えてはならないと主張する人もいますけど、なんでその人は憲法違反なの？一字一句変更しちゃいけないって人は、別にさ、一字一句変更することは憲法違反だなんて言ってないでしょ。ね、憲法を変えることは憲法違反だなんて、そんなことを主張する人はちょっと見たことないんですけどね。もし本当にそんなこと言ってる人がいたとしたら、それはもう憲法を知らないっていうだけの話であって、その今の憲法を維持しようって言ってる人も、その政治家たち憲法を守れよって主張してる人も、憲法を変えようなんてすることは憲法に違反するなんて、そんなこと言ってないと思いますけどね。何考えてんだと思うんですけどね。うん、で憲法を改正する方法が書かれているんだから、憲法を自由自在に変更することが立憲主義だって言ってるんですけども、それって何？立憲主義っていうのは憲法のことである。憲法とは何？立憲主義とは何か？それは憲法のことであるって言ってるのと同じことじゃないですかね。結局さ、その立憲主義っていうのは憲法によって権力を縛るものっていうのが、まあ一般的な、その一般的というか、まあ正しいとされている、まあ考え方ですよね。でその正しいとされているその立憲主義の意味に、それは違う、そういう意味合いとは限らんぞっていうふうに主張してるらしいんだけども、その理由というものがまるでないんですよね。うん、で憲法に、憲法改正にしてもいいっていうふうに書かれてるじゃないか。だから
お前らのように立憲主義だ、立憲主義だ、憲法を守れ、憲法を守れ、憲法を守れっていうふうに主張してるやつはおかしいって言ってるだけで、非常にその辺のごっちゃにしてるところというかね、その辺がね、もう、ひどいですね、ほんとね、うん。で、西村さんがこの本で書かなきゃいけないことっていうのは、立憲主義っていうのは、憲法によってその権力を縛るものではないんだっていうことをちゃんと理屈立てて説明しなきゃいけないはずなんですよ。だけどその説明は全くしないままに憲法を守れって言ってる人をごっちゃにして批判するっていうことを繰り返すばかりで、なんか欺瞞に満ちてるとかさ、そのシールドだ、幼稚園生のなんか学級崩壊だとかさ、その憲法を守れって言ってる人は憲法違反だとか、その憲法を変えちゃいけないっていうなんか宗教に毒されててそれは憲法違反だとか、もう本当にその憲法について、憲法についてなんか全く分かってないんじゃないかって思われても仕方ないようなね、なんか文章ばかりが、ね、目立つんですね、この本はね。でも西村さんは曲がりなりにも憲法の本を一冊書いたわけじゃないですか。だから憲法について知らないはずないんですよね。にもかかわらず憲法を変えてはいけないという考え方は憲法違反だとか、宗教の自由を認めた憲法に違反するとか、そういうふうになんか憲法について分かってないかのようなそういう文章もあって、もうほんとねダメですねで何よりも問題なのは、この西村さんは憲法を守れって主張してる人たちを批判してるんだけれども、でも憲法を守れっていう言葉には2つの意味があって、今の憲法を維持しようっていう主張と、今の憲法を政治家たち守れよっていうそういう主張と、その2つがあるにもかかわらず2つの主張をごっちゃにしてるってことなんですよね。これわざとやってるとしか思えないわけですよ、うん。でその辺のわざとやってそのごちゃごちゃにして、なんか複雑にそのごちゃ混ぜにして、ごちゃ混ぜにしてごまかしながらなんか自分の主張をなんか押し付けていくっていう、なんかそういうさ流れになってる、まあ非常にこう感情的になってる部分が多いですよね、うん。感情的になってるからなんかこの人は憲法分かってないんじゃないかっていう風な気がしてくるっていう、そういうね、もうダメダメですよ本当に、うん、ダメ。すいませんね、この西村さんの、西村ファンの皆さんね。この日本人に憲法はいらないという本がダメって断罪したところで、この伊藤誠さんの憲法問題という本についても軽く触れておきたいと思うんですけども、まあ、ここまでご覧になった皆さんであればね、想像つくと思うんですけども、この伊藤誠さんの憲法問題っていうのは非常にいい本なんですよ。で伊藤誠さんはこの本の最初に立憲主義っていう考え方について解説してるんですね。で立憲主義というのは憲法によって権力を縛るという考え方なんですよ。で改憲か護憲かは古い、大切なのは立憲って書かれてるんですけども、伊藤誠さんが尊敬している人の一人に、小林節先生っていう人がいるんですね。で小林先生は読売新聞が発表した読売憲法改正試案のブレーンで9条改正論の代表的論者として知られています。私は9条に手をつけてはいけないと考えていますし、外国人参政権に関する考え方も小林先生とは異なります。世間から見れば小林先生は改憲派で私は護憲派、まさに水と油です。しかし小林先生とお会いするといつも深くて実りのある議論になります。それは一体どうしてか。それは立憲主義という憲法の本質について共有しているからですって書いてあるんですね。これすごく大事なことですよね。改憲か護憲かっていうその二者択一で考えちゃダメだってことなんですね。そうじゃなくて憲法というのはどういうものなのかっていうことをちゃんと押さえておかなきゃいけないんだよっていうことが書かれてるわけなんですよ。でその憲法によって権力を縛るという立憲主義の考え方なんですけども、なんでそういう考え方に、ね、なったのかってことについてもこのね伊藤誠さんは書かれてまして、例えばその大日本帝国憲法の時代に、まあ、戦争が起きて
特攻隊って言ってさ、なんかそのねその一人兵士の一人の命をないがしろにするようなそういうことが行われたと。でそれはもう個人のねあの尊重っていうものは全くかけ離れてる、そういうなんていうのかな、そういうのの反省の上にその権力を憲法で縛るというね日本国憲法ができたんだと。あとそれからその時もねアメリカと戦争していたけれども、アメリカ人はアメリカ軍の人たちはその特攻隊っていうのを見てもう狂ってるクレイジーって言ってたわけじゃないですかね。その自爆攻撃をしてくる特攻隊なんてさ、なんか野蛮で恐ろしいやつらなんだっていうふうにびっくりしたっていうか、まあある意味恐れおののいたっていうところもあるらしいんですけども、アメリカはそんな特攻なんてそんなことやそんな概念はなかったと。どうしてかっていうと、それはもう近代的な憲法っていうのがあって、そんな個人のね命をもう完全にこう粗末にするようなそういう考え方がなかったからっていうですね、うん。さらにドイツではその一応憲法はあったんだけれども国家緊急権っていうのがあって、そのヒトラーがね今国家緊急国家の緊急事態だっていう国家緊急権を乱用して、まあ、次から次へとねその自分の暴走していったっていうそういう歴史があるから、そういうものの反省の上に憲法を権力で縛らなきゃいけないよねという立憲主義というものがこう成長してきて今日に立ってるんだよってね、うん。どうしてその立憲主義という考え方が生まれてそれが成長してきたのか、そしてどうしてっていうそういうね理由について、その伊藤誠先生はこの本の中でね分かりやすく解説してるんで非常にいい本だと思うんですよね、うん。なんかこの本を読むとそのねアメリカに押し付けられた憲法なのかどうなのかとかそういうことがどうでもいいっていうのがさ小さなことに思えてくるんですよね、うん。アメリカに押し付けられたか押し付けられてないかとかね、なんかそういうことが問題なんじゃないよねって話なんですよ。でちょっとさ日本人に憲法いらないっていう本に戻りたいと思うんですけども、最後の方にこんなこと書かれてるんですね。憲法について考えるということは今後の日本を考えるということだ。私は現在の憲法論議の不可思議さ、平和主義、民主主義、立憲主義の欺瞞、近代憲法の誕生理由、大日本帝国憲法と日本国憲法の制定過程などの考察を通じて憲法とは何かということを幾分でも明らかにしてきたつもりである。いや全然明らかになってないだろあの立憲主義っていうのは憲法で権力を縛るものっていう考え方はナンセンスだと言っときながら、そのナンセンスだっていうさ理論立てた説明が何一つとしてないじゃないですかね。でこっからが大事ね。日本はもっと自信を持つべきだ。憲法など必要としない歴史と文化を日本は持っているって言うんですよ。憲法など必要としない歴史と文化をって言ってるところの憲法っていうのは近代的憲法のことを言うんでしょうけども、そのさ憲法など必要としない歴史と文化によって戦争が起きて特攻隊みたいなね強制的にお前死んでこいみたいなそういうことが起きたんじゃないですかね。それでいいってことなんです。それ、ね、そういうそれで自信持つべきだってことなんですかね。その特攻隊っていうのがそういうのを反省しなきゃいけないという考え方は GHQ の思想統制によって生まれたものなんだっていうことなんでしょうかね。そういう戦争中となれば日本国民であれば全員誰しもが進んで特攻隊に行きたくなるって、それは当たり前のことじゃないか、それはダメだ、そういうに特攻隊のようなものを作り出してしまったねその日本政府というか日本軍、旧日本軍、それを反省しなきゃいけない、反省いつまでも反省しちゃダメだよって、もっと自信持って GHQ の思想統制から脱却しようじゃないかってことを言いたいんでしょうかね。いややっぱりその辺は反省しなきゃいけないんじゃないかと思うんですけどね私は、うん。で日本はもっと自信を持つべきだって言ってるんですけど、でもさこの人は個人あのこの西村さんは個人の尊重、個人の権利や尊重っていうことはあのポピュリズムの暴走につながってしまう、凶暴なポピュリズムにつながってしまうって言ってるわけじゃないですか。ってことはこの日本はもっと自信を持つべきだって主張してるその日本っていうのは自分じゃなくて日本というなんていうのかな、日本の権力、時の権力のことを言ってるんでしょうねやっぱね。つまり今の日本
日本政府というか日本、まあ、日本政府を西陣持ってと、自分たちが選んだ 国会議員によって組織された政府なんだから自信持とうよってね。その国会が暴走してさ、憲法違反をしちゃうなんて、そんな風に考えちゃダメだよ、自信持とうよって、そういうこと言ってるんでしょうかね。それによって暴走する、暴走してしまうことを防ぐために憲法があるという考え方が立憲主義で、その立憲主義はそういう考え方じゃないって主張するんだったら、それについてちゃんと、ね、分かりやすく書くべきなのに、それが全く書かれてないわけですよ。うん、ほんとね、あかん、あかんですわ、これは。まあそんなわけで、まあ、日本人に憲法はいらないという本を中心に、まあ、伊藤誠さんの憲法問題もね、照らし合わせながらね、2つの本をまあ読んできたわけなんですけど、まあ、最後に一つまとめると、その、まあ、この西村さん、西村小雄さんの日本人に憲法はいらないという本は、もう最初からこの人に賛同する人向けですってことなんですよね。この人の意見に最初からそのあまり、なんていうのかな、この人の意見に最初から疑問を感じているような人が読めば、どう考えたってこれ憲法を守れの2つの意味を混同してるじゃないか、こっちゃりてるじゃないかって、そういうことに気づくわけなんですよ。だけど最初からこの西村さんのファンの人はそういうことをあんまり気にしなくて、あいつらは護憲派のやつらはいつもいつもなんだかんだって思ってるわけだから、まあ、その辺の感情がさ、こうなんていうのかな、合わさるじゃないですか。だからこの本は非常に心地よく感じられるんでしょうけど、やっぱりさ、その自分の主張するんだったら、どんな人に対しても自分の考えてることがさ、理屈立てて説明できるようなさ、本にしなきゃダメだと思うんですよね。そういう意味でこの本はさ、そのこの人の熱烈なファンにしか受け入れられないというか、でそういう感じはするんですけど、まあ皆さんもぜひ読んでみたらいいと思うんですけどね。まあそんなわけで皆さんもね、ぜひ本を読む際はですね、主張が異なる2つの本をね、比べてみると面白いんじゃないかなということで、まあ、読書感想を終わりたいと思います。それではね、皆さん長々とありがとうございました。